おはよう、こんにちは、こんばんは。いつもより小さい、もうかがみです。ということで、今日はガルパピコ第13話を語っていきたいと思います。いつもより速度感倍でいきましょう。第1期ガルパピコでも見たことがあるかのような会議。サークルが見つからないことにとうとう触れたガルパキャラたち。ここまで来るとどうやってガルパキャラたちがサークルを見つけたのかが気になります。世界一可愛い迷子で有名なカノン先輩までもが来ておりません。まあこれはこれで可愛いからいいんですけどもね。ライブをするという意見で合致したガルパキャラたち。だがしかし、そこにサヨ先輩が挙手。意義あり。ライブをしてもお客さんが来なければ意味がない。そしてそれを称賛するひなちゃん。はぐみがお客さんの列を作るためにライブをしようと提案。ライブをするという意見で合致したガルパキャラたち。だがしかし、そこに千里先輩が挙手。意義あり。ライブをしてもお客さんが来なければ意味がない。お分かりいただけただろうか。さっきから同じことしかしていない。またバズればいいと提案をしたひまり。そしてライブ配信をするという結果になった今回の議論会。だがしかし、忘れてはいないだろうか。お客さんが来なければ意味がない。リンコちゃんの正論も今回は届かず、このままサークル合同ライブが始まってしまった。お客さん、いないじゃーん。次回予告。何なんだろうか、この霞の目は。サークルの地下に潜む古代の遺跡。そこに行けるものはただ一人、超能力者富山霞。次回、霞見るデュエルスタンバイ。はい、絶対領域タイムですけども、皆さんどうですか？最後の方のあの茶番は。自分でもちょっとね、何やってんだろうなーって思いながらもね、やってましたけども。ね、デュエルスタンバイまで言っちゃうとちょっとダメだったかなと思いますけども。まあね、こんな感じで13話終わりました。珍しくね、結構意味深なシーンでしたよね、最後の方。超能力者、遠山霞なのか。それとも、まあ多分あれは遺跡の光が反射してるだけですよ。次回もまた見てね、高評価登録お願い。